皆様こんにちはこの動画ではカペラとアルカディアにについて簡単にご紹介しますアアルカディアはエンジニアリングプラクティスを変革することを目的に2006年にタレス社で生まれたモデルベースのエンンジニアリング手法です当時の使命はシステムや産業スキームの複雑化に対処できるアプローチを定義することでしたアルカディアはハイレベルの目的概念および視点を提供します カペラはアルカディアをサポートするために特別に開発されたグラフィカルモデリングワークベンチですカペラは表記法と図を提供しますまた幅広く独自の生産性向上機能と分析機能を提供しますアルカディアの主な目標は顧客つまりユーザーのニーズを理解し利害関係者間でソリューションを定義し共有しシステム、ソフトウェア、ハードウェアエンジニアリングを確実なものにし 外部に発注する内容を準備し、アーキテクチャ設計を早期に評価確認し、最後に全体の統合、確認および検証といった作業を準備しマスターすることです。アルカディアの大部分はこのように要約できます。特定のタスクまたは目的を持つ4つの主要なエンジニアリングの視点を定義します。それらについて、例、概念および説明手段の提供を行います。 最大のポイントは、ニーズの把握とソリューションの説明を明確に区別できるようになることです。アルカディアのコアコンセプトは非常にシンプルです。それはすべて高レベルのサービスを定義するシステム機能から始まります。システム、つまり製品は何ができるのでしょう。なぜ顧客はこの製品を購入するのでしょう。 これら機能は、システムの特定の使用状況を表す機能チェーンとシナリオにより記述されます。例えば、システムがどのように要求され、どのように反応するかについてのエンドツーエンドのチェーン記述があります。機能チェーンとシナリオは、例えば名前だけのケースや完成度の低いケースも取り込むために使用されます。一般的な使用法は、それらをテスト手順に関連づけることです。 機能チェーンとシナリオには、相互に依存関係を持つ最小単位の機能、つまりアクションが含まれます。ある機能は他の機能によって使用される出力を生成します。これらの依存関係は機能交換と呼ばれます。機能と機能交換はシステム自体、その構成要素、またはアクターなどの構造要素に割り当てられます。機能交換はコンポーネント交換に割り当てられます。 機能交換とコンポーネント交換はさらにインターフェースとデータ構造を使い記述できます最後になりましたが構造要素に付随するモードマシンや状態マシンではシステム動作の記述と機能インターフェースがどのモードまたは状態で使用できるかを指定できますこれをより具体的にするために小さな例を挙げてみます。ここでは製品は航空機の外観を検査するためのドローンベースのソリューションです まず、運用ニーズ分析の目標の一つは顧客と議論できるようサポートすることです我々の製品の運用ニーズ分析では利害関係者と彼らの活動について記述します活動にはメンテナンスサービス認定検査官航空会社航空機の機長それに航空機に関するインフラストラクチャなどがあります 認定検査官が何をするかを説明し、どのように周囲のインフラストラクチャが検査結果を変える可能性のある障害物になるかを示します。運用ニーズ分析は、価値分析を実施し、各利害関係者の苦痛と利益を特定するのに最適な場所です。ここで関係ないのは、システムまたは製品の正確な境界です。境界を表すボックスは表示されません。 ニーズ把握に特化したアルカディアの2番目の観点はシステムニーズ分析と呼ばれますここではシステムに期待されることに焦点を当てます機能トレードオフ分析の結果を形式化しシステム協会とアクターを明確にしますここで機能分析は我々のシステムに期待できることに焦点を当てますある機能によりドローンは自動操縦または手動制御のいずれかで方向と動作を制御できます 私たちはシステムが機体の写真ビデオスキャンなどのデータを取得し自動不具合検出などのためにそれらを処理し表示することを期待していますそして私たちは製品と相互作用するアクターと製品とアクターとの間の交換を明確にしますなおここではソリューションに関連するものは関係ありませんつまりどのように機能するのかどのテクノロジーを使うのか などについてですニーズを把握した後ソリューションの記述に進むことができ論理アーキテクチャまたは概念的なソリューションから始めます。ここではシステムがどのようにに機能すするかに焦点を当てます目標はシステムアーキテクトだけでなくすべてのエンジニアリング関係者が理解できる高レベルの記述を提供することです。 ここで私たちのシステムに関する最初の明白な情報は、システムが地上の基地局とドローンの2つの要素でできているということです。いくつかの主要な判断について説明します。飛行計画の実行は基地局の責任でしょうかそれとも、ドローンのナビゲーションコンポーネントの1つの責任でしょうかそれが基地局の責任だとした場合、例えば帯域幅や反応時間ですが、 基地局とドローンの間の通信リンクに大きな期待が寄せられますこの通信にはサイバー攻撃の可能性もありますまた飛行計画の実行がドローン内で行われる場合はより多くの計算リソースが必要になりそれはバッテリーの寿命に影響を与え自律的動作にも影響を与えますこのレベルの記述の目的はエンジニアリングマネージャーマーケティングスタッフ製品ラインマネージャー 設計当局安全アナリストなどすべての利害関係者にソリューションの同じ基本的な理解を与えることですこ,こで関係ないのはどんなセンサーを使うかどんなコマンドデバイスを使うかどんなドローンとベースステーション間の通信メディアを使うかなどですこの記述には詳細なインターフェイスが必要なわけでもありませんこれで物理アーキテクチャつまり最終的なソリューションの記述に移行する準備が整いました ここでは、ハードウェアの選択、製造、チーム、調達戦略の決定、トレードオフの改善、詳細インターフェースについて記述します。物理アーキテクチャでは、詳細を含む最終的なソリューションを記述しますが、これには下流のエンジニアリングチームに向け、曖昧さのない契約も含まれます。ここでは、ベースステーションが実際にジョイスティックとタブレットで構成されることを選択し、 使用するセンサーを選択し、通信メディアを指定し後で適切な統合ができることを保証するため厳密にインターフェイスを指定しますここで関係ないのは各システム構成要素の内部の詳細な設計ですこれはカペラで自動的に生成できる下流のエンジニアリングモデルのトピックになります要約するとアルカディアはすべての観点で同じ概念を活用しています 機能は構造要素に割り当てられた機能を含む機能チェーンとシナリオによって記述されますアルカディアの各視点の工学的な目標はそれぞれ異なるものですすべてのプロジェクトがこれらすべての視点を使用する必要があるわけではありません工学的な目標の正確な分析および対応するモデリング戦略の策定は各プロジェクト開始時に必須のステップです。これらがコーチングを受ける意義です 公開フォーラム、ウェビナー、YouTube チャンネルまたはメインのウェブサイトから直接これ以上の情報を入手できますこの動画をご視聴いただきありがとうございました